ざいます。いきともアプリの高野です。あ、南です。よろしくお願いします。やってきました、津賀池です。やってきました。20年ぶりにスキー場のゲレンデ、ゴンドラに乗せられて一番てっぺんまで来ちゃいました。怖いです。一応お買い物ツアーから、はい、何回か滑って。そうですね。そうですね。どうですか。いや、自分では滑れてるんじゃないかなって思ってますけどね。はい。今日はオムさんいなくて、はい、ビフォアを取って、はい、また今度オムさんレッスンをしてい。いやでもまあもうレッスンいらないんじゃないかなって思って。結構いけてる気がするっすよね。はい。2級はそうですよね。はい。いけますよね。もうめちゃめちゃ滑れてるかなと思って。僕もいけると思います。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとビフォア取ってまた見てもらって。はい、そうっすね。はい。はい。お願いします。じゃあ行きましょう。はい。レッツゴー。頑張ります。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。じゃあ、いい板で。はい、いい板で。これうちのお店です。よろしくお願いします。はい、あちらです。トリコ、はい、というわけで、はい、来てください。はい。はい。ということで、今ビフォア撮ってきたんですけども。はい。ちょっと、まあ、見ていただいて。はい。先に言っとくんですけど。はい。がっかりすると思います。いやいや、ちゃんと滑れてましたよ。まあ、見てみましょう。いやでもまあもうレッスンいらないんじゃないかなって思ってポチッとですね、この GoPro でね、はい、これ誰ですか、これ誰ですか、これ南さん。かっこ悪いな。かっこ悪いっすね。あれ？これ南さんです。僕の中ではカービングしてたんですけど。なんすかこれ？お尻が腰が引けてるし、なんすかねこれ。ちょっと待って。ちょっと待って。間違いじゃない。ちょっと待って。間違いじゃないです。ゆきともアプリ。これちょっとかなり急斜面のところで。急斜面ですかね。はい。いや、いけましたよ、僕個人的にはね。いや、急斜面のところで。あれ、めちゃめちゃかっこ悪いですね、これ。あれ？これ全然滑れてないじゃないですか。カービングの彼女もないじゃないですか。カービング彼女じゃないです。あれおかしいっすね。いやー、はい、ちょっとショックだな。まあよく、はい、スキースノーボードあるあるで映像を見るとショックを受けるっていう。はい。なんか、はい、やる気なくなっちゃいました。でも大丈夫です。大丈夫ですか。はい、今度スノーボードクターオムさんが来て処方箋を出してくれるんで、うまくなるっすかこれ。うまくなります。本当っすか。で2級を、はい、バチッと飛びました。皆さん滑れてると自分で思ってて全然滑ってないっす。恥ずかしくなりました。ちょっと恥ずかしいっすね。大丈夫っす。大丈夫っすか。ここから多分2級とか、まあ技術高めるといろんなパウダーとかもっと楽しくなってくるんで。本当ですか。はい、間違いないです。はい、ちょっとすみません、頑張りましょう。頑張ります。そうですね、不安になっちゃいました。まだまだまだ、大丈夫ですか。はいはい、じゃあお願いします。頑張りましょう。はい、次回レッスンで。はい、します。はい、頑張ります。お願いします。ゆきともアプリ。おはようございます。やっとこの日が来ました。はい。アストレインズです。そうですね。おぶさんです。おぶさん、お願いします。どうもーどうもーどうもーオムです、オムです。はい、スノボードクターオムさんです。ドクターです。直してください。はいで、この間南さんと2人でリフォア動画を撮ってきましたんで、それを今回はオムさんに解析分析していただいて、その症状を伝えて、どういうふうに改善していったらいいかなっていうところを、伝えていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。分析、はい、から伝えていただいてるんですけども、まるちゃん、この間これ撮ってきたんですか？俺もこの映像見たくないです。確かに。これはもう編集するんで。本当ですか？編集しましょう。直してください。編集しましょう。ちょっとこれを分析していただいてるんですけど、はい、南さん。はい。見ました。見せていただきました。はい、ですね、診断名言っちゃっていいですか？お願いします。診断名、ケツプリ、右手出しゃばり病。ケツプリ、右手出しゃばり病です。でも結構久々にやるよとか、はい、やってるけどうまくならないよって方に、はい、よく多い症状で。はい。はい。右手でしゃばる。そう、右手が出しゃばって出しゃばる。この辺のところ、ターンの時に。で右手が出しゃばってきちゃうんです。ジュワーって、あとお尻がちょっと出てる。お尻出てますね。右手通してて右手出しゃばってきてくる。ここですね。ここをちょっと直していきましょう。かっこ悪いっすね。マジでかっこ悪いっすね。ここを直しましょう。はい、お願いします。ちなみに小野さん、これこのままスノーボードでやり続けたらどうなりますか？そうですね、多分急斜面はいけない、あとパウダーで絶賛埋まる、はい、そして、あスノーボードって楽しかったねって終わっちゃう人になっちゃうので、ちょっと一皮向けましょう。はい、一皮、はい、そのために一回セッティングを見直して、はい、あと基本のそのスノーボードの姿勢を、はい、ちょっと意識して、はい、で一発ゲレンでいったら楽しくなると思うんで。わかりました。行きましょう。ぜひお願いします。お願いします。ゆきとまアプリ。これでもさ、こっちです。ネジやん。ネジあること知らないんだから。ネジないんだ。ネジあるって。ステップ1だから。板に。スクールも始まる前、こうやってやってらっしゃるんですか？そうです、そうです。こういうの、試すことないと思います。いいっすよ。スノーボード、ありがとうございました、買ってきましたらのまま来るんですよ。普通に車で考えたらありえないなっていう。確かに。なんで、ちょっと見直し。で、だいぶ前向いて余ったけど、これで一回。それが基本なしで。そうです、そうです。いいかもしれない。いい気もしない。さっきより乗ってる感がありますね。そうで、そういう今みたいな後ろが。あとブーツの履き方もちょっと今やっちゃうからなんですよ。ブーツはブーツ予習してくれたんですよ。予習しました。ニャンさんので。はい。かかと落としで止める。そうです。ゆきとまアプリ。したら後ろ足だけ取ってもらって。はい、前の足に気をつけで足合わせます。はい。もうピタッと合わせて。足合わせます。もうピタッと合わせてピタッで、そっちが自分の胸とか腰が向く位置、はい、でそこから体が出ていっちゃう、はい、こっち開いちゃうと板バッちゃうんで、まあ、ここです、はい、でここで顔だけ取って、そうです、で顔とちょっと肩が入ってもいいかななんですけど、そこで腰が入っちゃったりすると、腰を戻そうと思った時に今の角度よりも戻っちゃう。そうするとケツプリックになる。ケツプリック、はい、私の症状ですね。出てきます。はい。はい。なんでイメージはお気をつけ、前習え、休め、この状態ですね。はい、この状態からかかと側のターンだったらかかと側に行く、ね、かかと側のヒールサイドのターンだったらちょっと背中がヒールサイド側を見る。でトゥーサイドの時には自分の正面、自分の胸の前。自分の胸の前でここで誰かと握手する。のぐらいこうやってアクセスする感じでいいんですけど、それがこっち来ちゃったりこっち来ちゃったりする時があるんですよ。体を回しちゃうと。でそうするとゼロが分かんなくなるんで、自分で動きすぎて戻そう、動きすぎて戻そうってやってる時に手が出るんですよ。確かにお尻が出るんです。これでもやるんで、そこを直していきます。はい、なんでまずこれが一番板になった基本姿勢で、この時に左の手は左の外くるぶし、あれですね、元の外野があった、はい、サイドボアあったところで、右手は右の親指から小指の上あたりでガラーンって構えてればいいで、ここから右の手がどん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 こう前に出てきます。でどんどん出てくると板が回っちゃいます。回っちゃうんで必死にお尻を外に出して帳尻合わせてるんですよ。これですね。今もう本当だ。今これこれなっちゃうなって。俺だ。今はい。そうするとこうケツプリ右手でしゃばり秒。南さんの場合は左手どっか行っちゃってて右手がめっちゃ出てきて右手で全部やってるんですよ。そうっすね。だから右手が出しゃばっちゃってる。はいはい、なんで出しゃばりくんやめましょう。ゆきともアプリ。出しゃばり病になっちゃうんで、まずこの右手の出しゃばりをやめます。はい、で、まっすぐ乗ります。はい、はい、このまんまです。はい。はい、でこのまんまつま先を持ち上げる。はい。つま先に乗ってちょっと軽く背伸びする。これだけで板曲がる。そうなんですね。はい。こんなしないんですね。やらないです。もう板に一番近い関節を可動を動かしてあげればいいです。はい。これだけでいいですか？これだけで大丈夫です。はい。でっていうのを今からデレでいって。わかりました。やりましょう。わかりました。お願いします。はい、というわけでセッティングも終わりまして、ちょっと基本姿勢も習って、じゃあこれからいよいよレッスンに行きましょう。お願いします。せーの。